どうぞ。朝日新聞の米沢です。お、あの有名な朝日新聞か。野田総理との会談の件なんですが、え？野田総理とのですね、会談の件なんですが、先々週の日曜日というのはまず19日ということでいいですか？この前の前の日曜日です。前の前の日曜日。で、いつでも国に渡しますというような、そういうお話されたということなんですが。ただその条件としてはと。形の上でもきちっと実効支配をしてください。そのためには最最低限貧しい漁民を救うために船だまりを作ってください。そもそもこのタイミングで、その政府側からどういう理由で、その知らないね。官房長官いて会ってくれ会ってくれっていうか、そんな人間あったらしょうがないだろう。シャレードみたいになっちゃうんだから。で、東京都の、今、取得計画を進めているわけですが、この計画について野田総理は理解を示すような言葉はありましたか？理解を示すの知らないもんね。とにかく認知はして、承知はしてるでしょ、新聞にこれだけ出てんだから。ただ、認知はもちろんしてるんですけれども、東京の方で取得するということに、少し理解を示すというか、だって国は国で買いたいと言ってるんだから、ね。だったら一緒にやろうじゃないかと。お金も全部渡しますよ。その代わりだね、最低限これだけのやってくれっていう条件提示したんだ。で、私はそれに覚書を交換しようと。俺は欠番してもいいぞと。君は母院でも結構だけどね、国民の前に約束する覚書交わそうじゃないかと言ったんだ。お金を渡すというのは、例えば今ある寄付金を購入費として渡すとか、そういう意味ですか？もちろん、それはそのために供給してくださったんだから。と、じゃあ国、東京都の方で購入したとしても、その譲渡というのは、これ無償譲渡のことを知事はおっしゃってる。無償譲渡かなんか知らんけど、とにかく一緒に物を買ってだね、それであとは国任せるってことなんじゃないの。上陸は今回認められなかったんですが、藤村官房長官が理由の一つとしてですね、東京都による島の取得の見通しが必ずしも立っているとは認識していないと。で、上陸の必要性を判断する状況にないということで、東京都が変える見通しというのはまだないんだということを理由の一つに挙それげはているんです彼が。はだけど当事者じゃないんですよ。私と栗原さんと事実話した時、彼が立ち会ったわけじゃないでしょ。その時の会話までいちいち彼らに報告する義理はないの、こちら。つまらんこと聞くなよ、本当に。